コニツは、ボスニア・ヘルツェゴビナの都市を呼び、それを中心とした基礎自治体で、ボスニア・ヘルツェゴビナを構成する構成体の、内ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦のヘルツェゴビナネレトバ県に属する。ヘルツェゴビナ北部の町で、サラエボの約40キロメートル南西に位置する。標高は約300メートルあり周囲は、山地や森林が広がる。町は、 ネレトバ川の両岸に空けており、古日の現在の人口は約2万9千人である。古日周辺は約4000年前から人が住み始めていたとされ、約2000年前からはイリューリア人がネレトバ川に沿って上流に移動する際、形成されたとされる居住地が見つかっている。古日の名が記録された最も古い転居は1382年6月16日に、 記された今日のドゥブロブニクである、ラグーサ共和国のもので、中世の古日は、ボスニア王国の一部であったが後に、オスマン帝国の支配を受け、現在の街の紋章を特徴付けている、オスマン建築様式の橋や多くのモスクなど、オリエント的な特徴を持つようになった。オスマン支配後は、オーストリア・ハンガリー帝国の支配下となる。第二次世界大戦期には、 ナチスの傀来政権であるクロアチア独立国の支配下となるが、後にユーゴスラビア社会主義連邦共和国となる。ユーゴスラビア時代には、サラエボやアドリア海沿岸とを結ぶ鉄道の利便性が良いことやイグマンダ薬工場、ユーゴスラビア人民軍の兵舎などがあることから、多民族都市として発展した。1990年代に入ると紛争の影響を受けることになる。 ユーゴスラビア紛争期、コニ日は、サラエボと、ボスニアヘルセゴビナ南部とを結ぶ連絡ルートであった。サラエボ法維持には、ボスニア政府勢力がサラエボへ向かう必要不可欠な、ルートとなっていた。さらに倉庫や弾薬工場、通信施設など重要な軍事施設も含まれていた。セルビア系住民は、ニ日では、多数を占めておらず、 セルビア人自治地域でもなかったが1992年3月、セルビア人、コニ日自治体の設立を宣言している。セルビア民主党は、JNA と共同で自治体の運営や、軍事組織の訓練などを行った。HDZ などのクロアチア勢力もまた、コニ日における自治などを要求したが、セルビア人同様多数派を占めておらず、1991年の、 国勢調査では、町の人口の29%を占めるだけであった。クロアチア民主同盟の組織の一部である、ヘルツェグ・ボスナ・クロアチア人共和国などの、クロアチア勢力も自らの自治を要求し、1992年4月に、軍事組織の設立と武装を行った。ボスニア・ヘルツェゴビナのユーゴスラビアからの独立が、国際的に認められると、SDS は、 ニツ自治体の議会からは尻ぞき戦時議会を形成して自治体は手に負えなくなってしまった。1992年4月20日から5月初旬まで、ボスニア政府勢力はニツ自治体の戦略的な資産や兵器などのほとんどを掌握していたが、セルビア人勢力は外部から自治体への泥網などを抑え効果的に補給路を断っていた。 セルビア人勢力によって追われた自治体周辺の母主役人難民が流入し始め、その間に町からはセルビア人によって掌握された村にセルビア系の住民が離れている。1992年5月4日に JNA とセルビア人勢力によるボラスニサトキセラの丘からの最初の砲弾が古日に着弾した。以後、デートン合意に至る3年以上にわたり、 砲撃が続けられた。砲撃が続けられたことによって多くの犠牲者や生活環境のこらえがたい状況が生まれた。難民の増加によって重施設や食料その他の基本的なライフラインが不足していた。事前団体などの援助によって十分な食料は供給されるようになったが生産設備などは破壊されてしまった。8月か9月まで小日では 国際連合難民高等弁務官事務所からの支援は待たなければならず、すべての通信手段は断たれていた。古日自治体にとって最優先にする目標は、サラエボやモスタルとの交通や通信の確保で、セルビア勢力の SDS 等と交渉を行ったが、結果的にうまくいかず、クロアチア勢力と共同で武力行使に出る計画が立てられた。 最初に標的とされた村は、ドニエセロ村で1992年5月20日に、クロアチア勢力が侵攻している。ボスニア政府勢力の兵士は、ビニシュテを、セリチとビエロブツイナの村へ向け通り抜けている。セリチが最初に砲撃を受けたのは5月22日のことで、ビエロブツイナもまたその時であった。旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷による目撃者の、 聞き取りによれば、セルビア系の住民が住むブラディナ村では5月25日の午後遅くと夕方に砲撃が行われ、兵士が迷彩と黒の軍服で現れた手物に、武器を向け砲撃が行われた。多くの住民が逃げ惑い、一部が村の中央に引き下がっていた。その後、5月27日と28日に、クロアチア、ボスニア勢力の兵士や警察によって住民は、 拘束されている。一連の武力行使によって多くのセルビア系住民などが逮捕されたことや孤立、包囲に関する戦犯に対し、監禁拘束する施設が必要になり、以前にユーゴスラビア人民軍の施設として使われていたチェレビチの施設が選ばれた。収容者の大半は1992年4月から12月の間に拘束された男性で、 ブラディナやドニエ・セロなど周辺部の武力行使で囚われた人たちであった。5月中に他の場所の強制収容所からチェレビチ強制収容所にいくつかのグループは移され、セルビア系の収容者には暴行や拷問を受けた人、中には監視によって殺された人もいた。レープの被害に遭った女性も2人いる。その後、 ボスニア政府の決定によって1992年12月に、収容所は閉鎖され残りの収容者も解放されたと、されている。アーギュードベールベアバーミズバイジェラ、ブジェラボチーナブレスブルセサイボルシー、ボズダーレビサブラディナブルデニー、バディズンジャラバンブックビカブックブリエブレトブサイ、ブスカック、ビューチャリビックポルジーシリサイクルニブイアールエイチ。 セレブシサリナセシムシセーボクホービサ、ドブライスバシドーレバイドリアニ、ドンジャバートナゴラドニャセロ、ドニャビジンジェピス、ドンジカキサンジ、ドンジグラーダッツ、ドンジネビズドレシー、ドンジプリージェスロップドシカデュボカニデュブラバスダル、デュザニジャイアスサイドザイノサイドザピー、フィロノーボブルドギャカッチーゲリエボグラベティセーボ、ゴブロビナゴラニ、ガランスコポルジーゴリツェ、ゴルンジャバートナゴラ、ゴルンジュビジンジ。 バイス、ゴルンジーカキサンジ、ゴルンジーグラーダッツ、ゴルンジーネビズドレシーゴストビサグラビブシー、グレーデルゲナグラスカハソノビシヘラサイホーマットライ、ホミリエホンディシードバヤー,ーセニックハブリック、イエザージェスプロシーナジョーサニカ。ケールカンジナカソサイコニッツコースタイニーゼ、ェ、コトクライコビサクラリアパイクティサイクルーパック、クルーシカクラレードネカライシシシシロコバルカ。 ルコミアルーキシエリエスビナルブカルタ、ムラデスコビサマクロマルカサバスオブラナバッツ、オブリーオジェッツィオリホービツオーリースドオテリザニ、オーバカリパスレーニパーソビシプラブジーポドゥーム、ポダレーサックポコジスト、ポルジーバイジェラポゼットバプレバリエレーダジン、リオキサイロスワールラゾシリーズシリポバシー、リポビカリバリリボーシセレアニシーニカシトニック、スラブコビサ、ソリコバクラソポットスピリアーポッスピリアニストジコビサ、 ストレンダニスツーデンシカサルタサイ。スバイジェンカサンジーティンジタバーニカトレブジ、トレズンジャビカトゥルシナトゥオーベシツリジャウゴス、ビリサビニステブルブリアーニブルシーバードオリエ、ザブルデニーザブドザゴリッシュザスリーブリエアイ、ズーカッチー40。879人43878人。ありがとうございます。